笠間稲荷神社の神事やぶさめが11月3日笠間小学校前の特設馬場で行われました。神事やぶさめは農作物の豊穣を占うとともに旧馬術霊法宗家小笠原流の古技古術の保存を目的としています。今年で69回目となるやぶさめは鶴岡八幡宮、日光東照宮と並ぶ三大やぶさめの一つとして知られており、今年は3万人が来場しました。当日は鎌倉時代のやぶさめ装束を身につけた小笠原流一門の射手や氏子の有志ら約40人が参加。全長260メートルの3箇所に設置された的に射手が陰陽の野号をかけながらかぶらやを放ちました。命中度や割れ方で豊穣を占い、来年は夏よし、秋口、天候不順という結果となりました。以上、水戸経済新聞がお送りしました。